もう君を自由にはさせない。しくじったものは見捨てる。私たちのルールは絶対よ。足を洗った後はどうするんだ？ほっとくだ。おはよう。おはよう。ほんと、1年なんてあっという間。いろいろ聞いたよ。撃たれても死なないとか。昔の記憶飛んでてさ、誰かに撃たれて海に浮いてたんだって。例えば君が詐欺師だったり。失礼！なわけないでしょ。あの黒人女、昔親父をはめた詐欺師でしょ。この女、俺んとこを連れてきてくれない？多少痛めつけていいや。好きなだけ決めていけ。組織を相手にするヤマさん、一番分かってんだろ。なんでこんなことになったんだろう。あいつが狙われてるってな、マジだ。きっと誰かと間違ってんのよ。なんであの女に肩入れしてるんすか。女に執着すると足元救われっから。あの女の本当の名前、ドロシー。ドロシー、全てあなたの答え次第。親父を裏切れない。本気で言ってんの。今から豚箱行きよ。